先ほど申し上げました、はい、要するにその、この汚染のですね対策の最高権威のいらっしゃる中津淳子先生という方は産業技術総合研究所の名誉フェローでいらっしゃいます。この方もですねとにかく豊洲は今のままで完全に安全だと言っておられますし、その、まあ、米屋さんも含めて多くの科学者がですね風評にその科学が負けるっていうのはやっぱり国辱だということをおっしゃってますし、私はですね築地にもいろんな問題がまだ埋蔵しておりますし、大体アスベストだって飛散すると廃棄種になりますからね、しかも開けっぱなしの周りには外気がたくさん大きな幹線道路が走ってて、しかも冷房装置もない暖房装置も夏は暑い冬は寒いところで操業してるわけですから、私は賛否両論な築地の中にもあるようですけど、私はねこの際ですね知事が決心して速やかに豊洲にその要するに市場を移すべき、創業すべきと、でこれをしないなら私はですね負債その結論のですね責任というのを問われてね、小池知事こそですねその生殺しになっている築地の今の業者たちを含めての住民訴訟の対象になるべきだと私は思いますね。はい、わかりました。